FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.さて、時刻は11時16分を回りました。4月14日金曜日、水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。さあ、続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信家がコーディネート。これまでも小学生から90歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ、今日のゲストは、やってきましたね、第2回水戸黄門漫遊マラソンのお知らせ。ああもう、まあ、10月なんですがね、その中からですね、実行委員会事務局の澤麻美さんです。こんにちは。こんにちは。はい、初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついこの間ね、大成功盛り上がったと思ったんですが、もうね、あのお知らせの時期にやってまいりましたね。そうですね、まあ、エントリーがね、もうこの辺りからですからね。はい、あの去年第1回がありまして、だいぶ話題になりましてね。ありがたいことに皆さんに話題にしていただいて、はい、はい、出たという方もね、たくさん僕の知り合いにもいまして、楽しかったってね、また2回目も出るって言ってますけれども、ありがとうございます。はい、さあ今日みたいな天気だといいですね。そうですね、ランナーに走りやすい天気だといいんですけど ね暑すぎず。はい、はい、さあ、では改めてね、その水戸黄門漫遊マラソンとはどんな大会ですか。はい、水戸黄門漫遊マラソンは水戸の中心市街地のほか、日本三名の一つ偕楽園や、ここからも見えます千波湖などを走ることができます。種目は第1回と同じフルマラソン、5キロの部、2キロの部の3つです。スタート地点が水戸駅北口から徒歩5分の南町2丁目で、ゴールは旧三の丸庁舎、県の三の丸庁舎となっております。はい、このね、種目別、あ、ちょっと無理だよ 42.195キロはという人は、5キロというね、お手頃の距離もありまして、また中学生やお子さん小学生の部ということで、2キロというのもいいですね。そうですね、でさらにその水戸黄門漫遊マラソンの最大の特徴として、この駅からすぐ近くのスタート地点というところですね。はい、うん、これ、実際スタート地点はどこなんですか。ちょうど南町2丁目ですね、うん、あ、じゃあ駅の向こう側ですね。電車とかがあるあたりですね。はい、じゃあこれ本当に駅から歩いて5分ぐらいですね。5分10分ですかね。はい、これなかなか他の大会フルマラソンでは、そんなに駅から近いスタート地点というのはないんですって。っていうふうに私も伺っていて、アクセスの良さが売りです。うん、そうですね。はい、さ、それではですね、早速これね、お申し込みの締め切りがありますので、いつからエントリーでしょうか。はい、水戸市民の方々限定の水戸市民枠はもう4月の12日から始まっておりまして、始まってる、一昨日から始まってるもん。はい、はい、インターネットはまだ大丈夫なんですが、電話での受付は今日の5時までです。ああ、ちょっと待ってください、今日の5時まで、あと、はい、4時間、5時間ですね。そうですね、5時間、6時間切ったところですね。そうですね、これね、あの本当にあの出よう出ようと思ってて締め切りが過ぎちゃう、パターン結構ありますから。そうですね、水戸市民選考枠が、はい、もうすでに始まっていて、はい、電話がもう今日の5時までと。はい、急がなくちゃ。そうですね、繋がらない場合もありますよね、電話の場合はね。そうですね、でもまあ満遍なく皆さんなんか申し込みいただいているような感じですね。こちらで見る限りでは。そうですか。はい、はい、水戸市民選考枠、ね、電話を逃した場合は、はい、インターネットの受付が4月の18日火曜日までとなっております。ああ、じゃあ火曜日までと思ってても意外とね、あの忘れちゃう場合もありますからね。そうですね、早く申し込んでくださいね。はい、はい、一般枠の場合は、はい、一般枠の受付が4月の26日水曜日午前10時から6月30日金曜日までです。やっぱりね、水戸市民ファーストですね、これはね。もちろんです。ね、もちろんですね。水戸市民の方はもう今のうちにもうさっさと申し込みましょう。はい。はい、さあ、さあ、ランナーとしてエントリーする他にもですね、何かができる応援などね、がボランティアですね、そうするとね。はい。はい。
ランナーとして関わっていただく他に、はい、ボランティアっていうものと、ランナー応援隊っていうものを私たちの方で、はい、作っております。じゃあまずですね、ボランティアからご紹介いただきましょうか。はい、はい、ボランティアは応援だけではなくて、はいはいはい、もちろんランナーさんの応援でありますとか、うんうんうん、まあ、案内、そしてランナーが走る前に手荷物を預かったりとか、はいはい、沿道の整理をしたりなど、大会の運営のためにこちらから活動を依頼して活動していただくようなものになっております。あ、案内所、通訳所、そうですね、手荷物預かりですね、はい、まあ、これはもう当然荷物もありますもんね、その辺置いとくわけいかないですからね。そうですね。沿道整理というのは、これは観客の方々がコースに入ってくると、はいはい、ランナーさんは危険ですので、まあ、なるほどなるほどね、はいはい、そしてあとは案内誘導ですとか、あとはゴールのところでのお手伝いもあるんですね。はい、ゴールしたランナーにメダルをかけるなんていう仕事もございますので、うん、それいいですね、はい、ぜひ楽しんでやっていただければと思います。はい、これがボランティアですね。ボランティアはその条件なんかはあるんでしょうか。はい、ボランティアは元気にやっていただければ、はい、特にこういった方じゃないとダメっていうものはないので、年齢ですとかそういったはないです。ない、誰でもできるんですね。はい、どなたでも、はい、じゃあ親子でちょっとボランティアやろうぜみたいなこともできると。ちょっと難しいかもしれないです ね、 ですね。お友達同士とか、奥様同士とかで、そうです、ね、ボランティアお手伝いしてみませんかなんてもいいですね。はい、この、ね、ボランティアと、ね、ランナー応援隊ってどう違うんですか。はい、ランナー応援隊は、はい、応援です。メインは応援です。応援、ね、はいはい、で場所はコースの沿道で、音楽ですとか、うんうん、踊っていただいても構いませんし、給水していただいても構いませんし、もちろん、はいはい、手を出していただくだけでもハイタッチ、ランナーの方々はハイタッチで元気が出るっていう風に伺っているので、いろんなアイデアを出していただいて、うんうんうん、グループとか家族、団体、会社、何でもご参加いただけます。ちょっとしたバンドが そこで沿道で演奏しちゃってもいいんです、はい、もちろん、おっと、はい、パフォーマンスしたりとか、はい、PR とかどんどんしていただいて、はい、じゃあこれはさっきのお手伝いと明らかに違いますね。そうですね、うん、はい、これはコース沿道にて今おっしゃっていただいたよう に音楽、踊り、給水、ハイタッチなどもういろんなアイデアを考えていただいて、独自の応援でも OK だということですね。はい、これはじゃあボランティアと違ってお子さんでもできますね。はい、ご家族でもどんどん募集応募していただいて、はい、盛り上げていただければと思います。おー、これユニークですね。これ去年ありました。ありましたありましたか。はい、楽しいね。もうとにかく、まあ、一応ね、マラソンスポーツですけれども、楽しみながら、完走していただくために、皆さん後押ししていただくのがランナー応援隊の役目でございます。はい、はい、さあ、これね第2回ですね。前回はちょっと振り返っていただくと、第1回目いかがでしたか。思っていたよりも、うんうん、本当に日本中の全都道府県からエントリーいただいて、はいはい、とっても好評でしたこう言ってはあれなんですけど、まあ、でもね、何にしても第1回は出てみたいとかね、記念すべき第1回。そうです ね、そしてやっぱり水戸という地ね、来やすいですからね。そうですね、うん、そして何よりも水戸黄門漫遊マラソンは、うん、応援が途絶えなくてとっても良かったっていう声をたくさんいただいてるんですね。応援が途絶えない、はい、やはりこう 42.195 キロなので、途中応援してくださる方がいない寂しい場所っていうものがやはりマラソンってできてしまうんですけど、他の大会に出てた方にも水戸の人って優しいんですねみたいなお声をとってもいただいていて、水戸のイメージアップにもつながりましたね。そうですね、そうなんですね。やっぱ僕もね、一回だけ本当に10キロのね、水戸漫遊マラソンの、黄門漫遊マラソンのその前身というかね、水戸マラソンですねその第1回に出させていただいたんですが、やっぱ誰だか知らない見知らぬ人が頑張れと手を振ってくれるだけでも本当に頑張ろうと思うんですよ ね、 あれね、はい、不思議なものでね。そうですか、そういうご評価をいただいたんですね。はい、さあ、じゃあ第2回はもっともっとね、全国各地にこの水戸いいところですよ、水戸黄門漫遊マラソンいいマラソンですよというのをね、アピールできるそんなチャンスですね。はい、はい、さあ、それを受けて第2回はどういうふうに、
ね、していきましょう。はい、第1回大会では日本全国すべての都道府県から応募いただいて、はい、フルマラソンコース全体を見て水戸ならではの途切れない応援がランナーからとても好評でした。はい、第2回目の広報活動の中でも、本当に素晴らしいという声を多くいただいているので、もうこういう言葉嬉しいんですが、私たち事務局だけの力ではもう成し得ないものですので、はい、全国から集まるランナーのおもてなしを行うためにも、はい、皆様と一緒に水戸の街を盛り上げていきたいなと思っております。はい、もちろんあの反省とか改善点もありますので、良い大会になるように事務局も今準備を全力で進めているところです。はい、このね水戸黄門漫遊マラソンの一番の特色、これはね、スタートフィニッシュ地点が水戸駅から5分10分の好立地ということと、あとさらにねここは水戸黄門漫遊マラソンすごいよというところ、まあ、時間の限りありますか。はい、水戸ならではのオリジナル完走記念メダルがこれ、ね、フルマラソン完走するともらえます。これは欲しい。それちょっと僕参考にいただいてもいいんですか。それは今日差し上げられません。完走した方だけがもらえます。これはね水戸黄門のね引導ですよね。はい、はい、正式な葵の御門です。御門、はい、そしてね梅がね両側にねあしらわれてるというこれピンクで可愛いですねこれね。そうなんですよ、とってもこう好評で、写真撮りたくなりますよね。絶対撮りたくなる。ゴールしたらぜひこうやりたいっていうのがあると思うんで、ね、これが欲しいから出るという人もいるでしょうね。はい、はい、まあその一番の、メダルがもらえると、ね、水戸徳川家の家紋入りメダルをプレゼントされるということですね。はい、さあそれでは改めてねおさらいしましょう。第2回水戸黄門漫遊マラソンは10月29日日曜日の9時スタートです。10月29日日曜日、まあ、まだ半年ございますがエントリーが始まっております。今聞いていらっしゃる水戸市民選考枠が電話の場合は今日の午後5時までです。インターネットの場合は来週の火曜日18日までです。ぜひ聞いていらっしゃる水戸市民選考枠ご利用ください。この放送はですねインターネットで県外の方も聞いていらっしゃいますので県外、水戸市外の方は一般枠4月26日からということです。これ詳しく、知りたいという方は何で検索して、詳細を知ればいいですか。はい、インターネットで水戸黄門漫遊マラソンと検索していただきますと公式ホームページにエントリーの方法など詳しく載っておりますのでそちらをご覧ください。わかりました。じゃあ澤さんから最後に一言お聞きのリスナーの皆さんにお願いします。はい、10月29日日曜日第2回水戸黄門漫遊マラソンが開催されます。全国からランナーが集まりますので水戸ならではのおもてなしでランナーを迎えたいと思います。水戸市内の皆様には交通規制で大変ご迷惑をおかけいたします。皆様のご協力なしには成功ありませんのでぜひご協力ご理解のほどよろしくお願いします。はい、たった今ねこの番組からもですね、アシスタントの岩滝ゆかりが出るということが決定いたしましたのでみんなで応援したいと思います。10月29日日曜日9時ですねスタート第2回水戸黄門漫遊マラソン、水戸市民の皆さん、ねぜひ、水戸市民選考枠でお申し込みください。今日は水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局の澤麻美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。